8月も下旬、もうすぐ夏休みが終わる学校が多いと思いますが、そんな時にちょっと気にしてほしいデータがあります。およそ80万件。これは去年2022年、学校の管理下で発生した子どもの怪我の件数です。ひろりんママさん、子どもたちの学校での事故、多発しているように感じるの私だけでしょうか、というメッセージも届いているんですけれども、この80万件というのは、日本スポーツ振興センターが学校内や通学中に事故などにあった際、医療費などの給付を行った件数をまとめたもので、つまり実際にはもっと多いかもしれません。今夜は子どもの学校での怪我を減らすにはどうしたらいいのか考えていきます。伺うのは認知心理学がご専門で、人がどのようにリスクを認知し対処しているかについて研究されている静岡大学教育学部教授の村越慎さんです。村越さん、どうぞよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。まず村越さん、学校での事故、どういう事故が起こっているんでしょうか？そうですね。大きな事故の数は少しずつですが減ってはいます。ただ、いろんな種類の死亡事故が、発生しています。状況にもよりますけれども、例えばその休憩時間ですと、追いかけっこをしてそのままなんかガラスに突っ込んでしまって、たまたまそれが上半身の致命的な場所に刺さるとか、あるいはスポーツはやはりどうしても怪我が多いですけれども、スポーツ系の部活などで、衝突することによる死亡事故というのも複数起こっています。ただ、今年ですね、一番問題になっているのは、窓からの転落事故ということです。窓からの転落。そうですね。学校って当然何階建てかですから、1階ならともかく2階以上から転落すると、これは当然大怪我を死亡事故になることも多いです。そうですよね。どういう状況で転落してしまうんですか？いろんな状況がありますけれども、今回ですね、消費者庁の方から文科省に申し入れがあって、学校でも点検が進んでいるというタイプの事故がありまして、こちらはですね、例えばその窓のそばに、窓っていうのはもともとはですね、人の重心が窓の枠よりも下になるように作られてはいるんですけれども、そこに、机とか棚があって、それが足場になってしまうと。で、そこで何か取ろうとしてバランスを崩して転落するとか、それから、窓は開いているんだけどカーテンがかかっていて、それで窓が開いていることが見えにくくて、例えばそこに腰掛けて、そこにちょっと腰掛けてそのまま転落してしまうと、そういうのは事故もいくつか複数起こっていますね。先生、この窓からの転落って今どれぐらい起きているかっていう何かデータありますか？これはですね、学校の事故というのは基本的にスポーツ振興センターというところが、医療費を出すという関係で把握しています。で、死亡事故に関して、窓からの転落で死亡した数というのは、2005年から約20年間ですけれども、大体30件ぐらい発生しているということになっています。ただ1年に、1人以上はそういう事故に遭ってしまうといそうでうすね。ことですよね。ただ、この転落の事故、本当に気をつけていればと大人だと思ってしまうんですけど、そこには子ども特有の何か原因というのがあるんでしょうか？そうですね。もちろん学校の構造が窓が開くというところが環境面でのリスクですし、これはおっしゃったように注意してれば、防げるはずですけれども、やはりそこは発達途上の児童生徒ですので、特に小学校のうちは多面的とか抽象的に考えて、先のことを考えるってなかなかしにくい、苦手ですので、この場所でこういうことをしたらこうなると、そういう事態の展開を予測することが難しい。そのために起こってしまうということがありえますね。でも、そうした危険予測っていうのは、やっぱりその経験のありなしだったり、そういったことも影響しそうですよね。そうですね。もちろん経験もありますけれども、やはり推測する能力がないといろんな場所で、新しいことにも対応がしにくいと思いますので、その辺の力もつけていくことは重要だというふうに思います。コロナ禍もあって、なかなか
いろんなその活動が妨げられてしまって、まあ、その経験値を積めなかったというようなこともあったりするんですかね。はい、そうですね、まあ、実証的に分かっているわけではないですけれども、まあ、大きく2つあると思います。はい、1つは、まあ、コロナ以前からですね、やはりこう少子化のことであるとか、やはり保護者がそのリスクに対して意識が高くなっているので、うん、もう最初からなるべく危ない目に遭わせないようにしてやると、それ自体はまあもちろんいいことなんですけれども、はい、まあ、それを通して、危ないものを子ども自身が経験して、あ、こうすると危ないんだなというようなところが経験が不足しているということはまず一つあります。それからもう一つは、今おっしゃったような、まあ、コロナ禍でということで、まあ、これは養護教諭とか、まあ、教員の方の印象レベルの話ではありますけれども、やはり最近こうちょっとしたことで怪我をする、転んでしまうとか、まあ、それはやはり運動量とか遊びの経験不足っていうのが考えられますね。やはりその経験っていうところで推測がなかなかできない、危険に疎くなっているっていうところがあるんですね。そうなりますと、こう学校ではどういうふうに事故を防ぐための対策ってしていけばいいんでしょうか。はい、学校自体はですね、まあ、大きく安全管理と安全教育ということで、事故を防ぐことを対応やっております。はい、安全管理というのは、まあ、建物とか設備とかその環境を安全に整えることで、まあ、点検をしたりとか、まあ、もちろんもともと危ないことがないようなものを導入するという部分ですね。それからもう一つは安全教育で、はい、まあ、子どもたちに何が原因でどういうことが起こるかと、まあ、そういうことを教育していくということになります。例えばその安全管理という面で、はい、その窓の場合、どういう管理が行われるってことになるんですか。はい、そうですね、今般ですね、消費者庁の安全調査委員会の方から出された、報告書に基づく申し入れですと、先ほども触れたように、まあ、窓のそばにこう人が乗れるような台とか、まあ、棚とかそういうものがないかと、あれば、まあ、当然それは撤去しなさいと、そこは窓の安全に関しては一番強調されている部分ですね。安全教育の面ではどんな教育が行われるんでしょうか。安全教育というのは教科としては、まあ、もちろんないわけですけれども、はい、学級活動っていうのはこれ必ず小学校から高校までありますね。はい、まあ、高校の場合ホームルームといいますが、はい、それから、まあ、保健体育で、体を動かすだけじゃなくてこう教室で、いろいろ習う部分があるんですけれども、まあ、怪我の防止とか対処ということについて、まあ、習ってはいます。はい、ただやはりいろいろ安全上の問題って、例えば交通事故だったり、あるいは最近ですと防災ですよね。まあ、災害に対してどうするとか、あるいはまあ不審者が来たらどうするって、まあ、とにかくやることはたくさんありまして、なかなかその日常の安全まで時間を取れないというのが、まあ、実情かなと思います。なるほど。今その安全教育という面で、はい、先生、このちょっと問題だな、課題だなって思ってることってありますか。そうですね、まあ、やはりその方法、やり方なんですね。はい、まあ、学校っていうのはやはりこう規則があって、まあ、規則をみんなが守るから学校の秩序が保たれるという側面は大きいですので、まあ、安全教育についても、まあ、これはやっちゃいけないよねと、安全のための規則を守りましょうということが強調されがちです。でそれはもちろん大事な側面ですけれども、まあ、その規則を守るということだけやっているとどうしてもその初めて出会う場面で適切に危険に対処ができないと、まあ、そんな風になってしまうので、やはりこう自分で考える安全教育、そのやり方がもっと普及していく必要があるというふうに思いますね。自分でその考えて動くっていう意味では、例えばなんかこういう、まあ、ケースがあるとか、その具体例として何かありますか。はい、そうですね、実は私防災の当然教育も研究対象にしているんですけれども、まあ、2014年頃かな、10年ぐらい前に、まあ、学校でその地震の際抜き打ち避難訓練ってやりますよね。東日本大震災後、はい、まあ、例えば先生がいなくても突然警報の訓練の警報が鳴ると、じゃあ素早く行動しましょうと、そんな訓練を、まあ、最近は例えば静岡ですと、まあ、ほぼ 100% の学校がやっています。で、それをまあ観察した研究を行ったことがあるんですね。はい、はい、
で、見てると子どもは非常に素早く机の下に隠れる、もう本当見事なものです。ところがですね、よく見てみると半数近い子どもはですね、一番近い机ではなくて、これ休憩時間ですから、いろんな場所にいるわけですよね、はい、で近くではなくて遠くても自分の机に隠れようとしていると、はい、そんなことがあったりします。でこれはですね、多分訓練をするので、こうしなきゃいけないと、それはちゃんと身につくんだけれども、何かこう固定的な行動が身についてしまう、はい、自分の机に隠れなきゃいけないと、誰も教えたわけじゃないんですけどね、はい、そういうことが起こっているという現状はあります。行動に実際にこう自分の命を守るっていうことを最優先に考えた上での、行動にならない、そのための安全教育がなかなかうまくいっていないということですかね。そういうふうに考えられます。その辺少し専門的な話になりますけれども、安全のための行動っていうのは3つのレベルがあるというふうに考えられています、はい、1つは考えなくてもできる行動、これスキルベース、技術ですね、例えば転びそうになるからとっさに手を出すと、だから、顔を怪我しなくて済むと、こういうのは、考えなくてもやってるわけだし、考えてやってたら間に合わないわけですよね、はい、それはベースにあります、はい、でその次に、ルールに従う行動と、例えば階段では転ばないようにするために歩きましょうと決まってるから歩きますと、はい、これももちろん大事なことです、はい、でさらには、知識を使う対応行動、これ知識ベースと言いますけれども、例えば今日は梅雨時で、床が濡れていて滑りやすいそうだからと、こう自分で目で見て判断して、だからスピードを出さないように歩こうみたいな、こういう行動ですよね。でどんな場所でも新しいことでも安全に行動できるためには、やはり知識を使う知識ベースの行動ができるようになる必要がある、先ほどのケースは、ルールベースで行動してしまった結果だというふうに言います。松本さん、やはりこう知識を使うっていうところまでいかないと、なかなかいろんな場面で自分を危険から守れないってことになっていくっていうことでしょうかね。そうですね、その私 の, 取材で知ってる範囲で、あるところで土砂崩れがあったんですけれども、はい、そこの家の長男の高校生の男の子が、いろいろ防災教育を受けて、はい、土砂災害について知識はあったと、はい、でその時いろいろ裏山から石が落ちたり水が流れてきたりっていう、そういう事実を認識して、で知識を使ってまさにそこで彼は判断した、はい、危険だって直感的に感じて、で家族を強く促して避難して、ですぐその後に大崩壊が起きて命からがらということがあったというんですけど、今先生の話を伺っていて、その3つ目の段階ですよね、はい、知識を使って自分で判断する、ここには多分直感みたいなものもね、絡むんだと思うんですけれども、これが大事だということを改めて今認識しましたね。なんかヨンダース2世さんから、しなければならない的な訓練ではなくて、柔軟に判断できるよう訓練しなければいけないですよね、と、しみじみメッセージを、送ってくださってますね。村越さん、はい、家庭でできることって何かありますか？そうですね、やはり保護者が安全のためにしてあげられることって、小学校ぐらいまではたくさんあると思うんですね、はい、で一つは学校と同じで、安全管理、そしてもう一つは教育、で当然小さいうちは自分では対応ができないし気づくのも難しいですから、はい、多分ですね、小学校の中ぐらい中学年ぐらいまではやはり保護者が積極的に安全を管理してあげると、つまり危険となる原因を排除してあげるっていうことが大事だと思います、はい、で大事なのはその先もですけれども、小学校中学年ぐらいから、少しずつこう自分でなんで危ないのとか、こういうものがあるとより危なくなるねということが理解できるようになるので、そういうことを少しずつ教えてあげると、例えばこれは危ないかな危なくないかなとか、これをするとどうなるかなとか、そういうことを、理由も含めて教えてあげていく、それが親ができる大きな2つのことかなと思います、子どもに伝えるとき、やはり子ども自身がこう危険だって心から思うって難しいと思うんですけれども、なんかコツってあるんでしょうか？そうですね、よくこう小さい子連れてるお父さんお母さん見てると、危ないとかって
起こるように言ってる方いますよね。突発的にね声を発しますよね。それはまあすごく切迫した場面ではそうなんですけども、やはりこう怒るように言うと子供は怒られたっていうそっちの方にしか意識が向かないので、できるだけですね余裕のある状況で、まあ、問いかける、はい、例えばここなんか危ないと 思わないとかね、これどうかなとか問いかけるようにして自分で気がついて、こうだねって子供が言ってくれるような形で少しずつ教えていくといいと思うんですね。村越さん、はい、子供さんにそういうリスク感覚をどう身につけてもらうか、先ほどおっしゃったねその少子化の影響なんかで保護者が危ない目に遭わさないというふうにする傾向があると、例えばその海とか川にもう行かせないっていうのも一つ判断ですよね、もうそれは危ないのは確かですから、でもそうすると危ないことを経験する機会も奪ってしまう、まあなんかその病気とワクチンみたいな関係で、そのバランスが難しいと思うんですけれども、そこの見極めというか、そこで親はどう導いていったらいいのか、親の側にもですねその危険をきちっと見る目っていうかな判断する資質が必要になると思います。危ないといっても全てのものがもう致命的というわけではなくてこれはまあすり傷切り傷で済むというところ、例えば高さなんか分かりやすいですよね。20センチ30センチだったら落ちても痛い目をするだけで、これ大怪我にすることはないと、だけど 1.5 メートルだったらこれは危ないですよね、そういうふうに親がどれぐらいのところでまでだったら大丈夫かということを見極めつつ致命的なことがないことを経験させてあげる、そういうふうに親の側の意識も問われることになると思います。なんかそれに関する共感の声もたくさん届いていて、リスクを経験しないとリスク意識育たないかもな、経験しても問題ないリスク経験させる方がいいかもねですとか、最近児童公園ではブランコが危険だからと取り外されたり、ボールも使えませんとか、暑いとかで遊べませんよねという声も届いていますけれども、事故をこう減らしていくために村越さん、改めてどんなことが大事だと今感じてますか？ですね、親という保護者という文脈で見ますと、やはりきちっと安全管理をする、その安全管理というのは全てを排除するのではなくて、きちっとこうリスクとか危険の性質を見極めて、これはもう経験させたらダメなこと、それからこれならできるとか、あるいは自分が近くにいれば大ごとになる前にちゃんと手を出してあげられるとか注意してあげられる、そういう親の側も危険に対してきちっと知識を持って判断をしていく、そして子どもの安全管理と教育をバランス取っていくと、そのあたりが重要になってくるかと思います。今日は静岡大学教育学部教授の村越慎さんに伺いました。村越さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。京都府30代女性のあやさん、子供にとっては家と学校が全てです、安心安全な学校生活送ってほしいですというメッセージもいただいています。皆さん、今日もメッセージありがとうございました。